はい、どうも、皆さん、こんにちは、クロシです。今回は、ちょっとね、雑談をしていきたいなと思うんですけど、今回使うのはモデル 10A。めっちゃかっこいい迷彩のモデル 10A を使ってきます。これかっこよくね？真っ黒。まあ、雑談なんですけど、まあ、雑談の内容っていうのが、まあ、割と、まあ、単純な質問ではあるんですけど、ライブ、自分やりたいなと思ってて、まあ、普通に配信ですよ、配信。したいなぁと思うんですけど、自分は基本このチャンネルって基本動画メインじゃないですか。なんで動画メインなんで、生放送とかやるとね、やっぱり、まあ普段動画しか見ないよって方にとっちゃ、まあ通知として迷惑かなと。だとか、まあやろうと思ってるゲームがちょっと CG とかね、BF 以外のゲームをやろうかなって考えているので、シージ、ロール、まあなんかそういう感じの別系をちょっとメインでやりたいなと思うんで、まあ現在自分のね、配信できるプラットフォームっていうのが、ニコニコと YouTube とまあツイキャスっていうのが、まあ規約上の問題で自分そこしか配信サイトとして使えないので、まあその3社とかその3サイトの中で、まあもし配信するとしたらどこのサイトがいいかなっていうちょっとお話でございます。あぶな、ね、なんだこれ。すごいけど落ちた。待って、ミスった。あっぷね。まあ、っていう感じなんですよね。だから、まあ、配信するのはどこのサイトがいいか。右上にね、多分載ってると思うんで、まあ、ある程度、お答えいただければなと思います。まあ、割と真面目に悩んでて、ちょっとね、PBG のね、配信とかもしたいなぁとは思いつつ、まあ、できてない面あるので。まあ、若干あとはね、本当に配信系に手を出していきたいなっていう、普通に。まあ、正直なところお試し期間的なところがあるんで、まあ、継続的にやっていくかって言われたら、まあ、わかんないですし。あんまり回線が良くないから夜できるかどうかわかんないし。まあ、あとはね、まあ、春休みで暇なんですよ、極論言うと。まあ、真相を話すと暇なんですよ、僕。春休みなんで。おっと、わぁ、マジか、エサル。まあ、春休みだって暇になってしまったので、まあ、ちょっとね、やろうかな、っていう。前までステージアライブやってたんですけど、ステージアライブとの、配信を終了したので、まあ、どっかしらでやるとしたら、まあ、どこがいいかな、みたいな。まあ、結構迷いどころで。まあ、どっちかというと新規のね、まあ、これまで BF を見てくれた方々もなんですけど、どちらかというとね、新規ユーザーを対象にしてやっていきたいなというのもあって。やっぱり YouTube なんかプラットフォームが大きいから、まあ、配信来てくれる人たちが多いのかなとか思いながら、まあ、結構迷ってるんですけど。まあ普通にちょっとね、配信が単純にしたいだけなんですね。なんで、まあどこのプラットフォームでやるかどうかちょっとね、やるか、まあできればね、ちょっと案をいただければなと。まあなんかニコニコがいいか、YouTube がいいかのほぼ二択とは言えるんですけど。まあ、自分個人としては今もう YouTube でやる気が8割ぐらい。まあ、YouTube でやるとすると、まあちょっとね、これまで見てもらった人、見て、YouTube で、BF の動画見てくれてる人たちにちょっとね、あれかなっていう、まあ申し訳ないかなっていうところがあって。自分、まあこういう BF の動画を見てる中、見たくて登録してる人たちがちょっと、まあ邪魔なんじゃないかなっていう通知とか。まあそれもひっくるめてね、まあそういう配信者になっていくっていう方針にしてもいいんですけど。まあ結構ね、この配信をするっていうのは大きな決断であって。まあ、普段ね、配信、自分そんなに好きじゃないから、配信と、まあそんなに頻度高めではやらないですけど、まあ週末1時間、2時間ちょっとゲームしますとかでやったりも。まあやるとしたらやっぱりとりあえず週末かなっていう。とか、まあ、金曜日とか。まあ、結構特殊な時間帯にやりたいなっていう。まあ、ゴールデンタイムはちょっとできるだけ外そうかなとかね。
ゴールデンタイムちょっと前とかにして、まあ微妙にみんな配信が、大手の配信が始まってない時間帯とかにやりたいなっていう。まあ、あと配信するなら何のタイトルがいいかとか、もう割と詳しくお聞かせ願いたいですね、誰か。まあ、案がある方がいらっしゃいましたらね。他にもステージアライブをやる価値はないので、今のところ自分の中で。おー、あいうち。21キル。やば。これ待って、蘇生来るの待とう。KD 高めだよ。KD 欲しい。ってことなんで、まあ普通にね、そういう配信サイトどこがいいかとか知りたいんで、ぜひともよろしくお願いします。はい、ということでね、今回はモデル10を使ってやってきました。漆器のモデル10ですね。ちょっと本当に、割と迷ってるんで、まあ配信なかったらなかったでいいっていう3択目も作っておくんで、まあできれば、回答いただければなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。